北栗浜駅ご利用の皆様こんばんは。商店の皆様こんばんは。タクシー運転手の皆様お疲れ様です。とことん前向き2人の子どもの母親です。大津小学校大津中学校卒業生の中井美和子です。年末が押し迫り、そろそろ今年も終わりになります。とことん前向き2児の母親、大津小学校大津中学校の卒業生です。来春市政に挑戦いたします。とことん前向き中井美和子、今とことん通信をお配りしてます。ぜひ手に取ってお読みください。今日お話ししたいと思ってきました。横須賀市が実施しました災害監視カメラ、こちら、これまで過去に横須賀市が被災した冠水などをしました27箇所の地点で、横須賀市が市内27箇所に固定カメラをつけました。この災害監視カメラ、固定カメラのためずっと同じ場所にカメラが設置されております。そして同じ民家、同じ人物が頻繁に映り込む、常時映り込むことになっています。25日から実施されたこの災害監視カメラ、横須賀市は続々と黒塗りにしている部分があります。私も横須賀市に声を届けて、一つプライバシー気になりましたので黒塗りにしていただきました。